はい、それでは今日はお待たせしました。カラオケ大会が間近らしいよ。2023年4月が締め切りだとさ。4月20日大阪演歌黒川慎一郎さんの曲をレッスンするよ。じゃあ最初から楽しくいってみようなんかちょっと恥ずかしい何はなくと見なけりゃ日は暮れぬ。というわけで、何はなくとも添右衛門の明かりを見なけりゃ日は暮れぬと、お酒飲みの人の歌ですねってなるんですけども、何はなくとも、そうそう、よく言う勘のいい方もわかるよね。大阪のこと何はって言ったりするでしょ。でその言葉遊びがもうのっけからかかってますので、その辺もニコって笑いながら歌うとすごく柔らかい雰囲気出せると思いますね。もうのっけから何はっていいね。この遊び心が素敵だと思います。添右衛門町は皆さん知ってるよね。まあ一応東京で言ったら銀座っぽいとこ、夜の盛り場なんだけど、ちょっと上品じゃあじゃあさ、北じゃないとこは上品じゃないのかって言われちゃうんだけど、ちょっと急するけれども、銀座っぽいとこです。大人の社交場みたいな感じで、ももちろん大衆的なお店もあります。私この間大阪レッスン12月に行った時にね、添右衛門町のそばのホテルに泊まったので、一人でね牛タン屋さんに入った。一人で美味しかった。でなんかすごいあったかい感じがした。綺麗なお店でしたけれども、お店の名前忘れちゃったけどね。私ってさ、大阪レッスンに行って仙台の牛タン食べたり、北海道レッスンに行ったのに沖縄料理に入ったり、なんかちょっといつもちぐはぐなところがあるんですけれども、でも楽しいよ。まあ、添右衛門町にもいろんなお店があります。皆さん行ってみてよ。行ってみるとすごいわかると思うからね。もちろん昼でもいいけど、やっぱ夜だな。で歌い方言わなくちゃちゃんと。何はあんまり、ここはさっきも言った言葉遊びかかってるので力まないで歌った方がいいかなと思います。それから何はなくとーもって言ったこのもはね、キレよくいこう。やっぱりチャキチャキ歌うと明るい歌っていうのはね、より明るさが増しますから。声ってさ、重さ測れないじゃない、味方乗っけて測れないけれども、なるべく、ね、軽い声を出そうっていう気持ちで歌うだけでも、それだけでも笑顔をたくさん見せながら歌うことができると思いますよ。添右衛門町のってこっちの方はちょこっと伸ばしていいけども、ずっと伸ばしっぱなしにしない方がいいです。伸ばせば伸ばすほど、特に低い音はね、なんかこう上から下に押さえつけるみたいな声の出し方する方も多いから、添右衛門町のってやっちゃうと一気にね、重く暗くなっちゃって、それまで明るかったのが台無しになっちゃいますからね。伸ばせるけれども、このぐらいでちょっとやめてお尻軽くしとこうぐらいの塩梅で歌うといいと思いますよ。次、明かりを見なけりゃけりゃって皆さん発音できます？けりゃを3回言ったら大したもんだ。けりゃけりゃけりゃ、あ、言えた、よかった。5回は言える？けりゃ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 、あー危なかった。けりゃってだから難しいんですよ。で強く一生懸命歌うとけりゃって多分1回目からつまずくと思うので、力はあんまり乗せないで笑顔のまんま、ケリア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 、ケラケラはできるでしょ。ケリアケリアはできますか？ぜひちょっと皆さんやってみてくださいね。でこれを軽やかに言ってのけると、なんとなくその歌ってる人も若いなって感じがしますよ。明かりという言葉はまさに明るい言葉ですから、明るさをはらんだ表現で、明かりを、明るいって言ったらやっぱ笑顔で歌うべきだわさ。
日は暮れぬ。でこのちょっと下に潜るようなメロディーなんですけれども、ここを少し逆に今までずっと軽やかに来たから、ちょっとキュッと締めるっていう意味合いもありますし、いたずらっぽく遊ぶっていうような意味合いもあって、日は暮れぬ、わざとちょっと重たくして、でまたぬーって言いながら水面に上がってクワンって浮いてくるような感じ。まあこれ中級上級者のテクニックになりますけど、よくほら昔ひばりさんがさ、お前にとかやるじゃない、これうーって潜ってまたすぐふって浮いてくるみたいな、そういう歌い方ですね。やれる方はやってみてもいいんじゃないかなと思います。さあ次いくね。うん、隣合わせた泊まりにの苦労話に世話焼いて、ここまでです。ここはすごく軽やかで、何でしょうね、ちっちゃな小人妖精さんが村祭りだピーヒャラピーヒャラって踊って飛び跳ねてるみたいな感じで歌ってほしいので、言葉尻はふわっふわっとですけどね、ブスって切るんじゃないんだけれども切ってほしいかなと思います。隣合わせた泊まり木のって歌わないようにしましょうね。その次ももうちょっと頑張って、苦労って歌わない、苦労話に、で特にバーっていう時はいないいないバーってやるみたいな感じの発音にするといいと思います。世話焼いてっていうのは、苦労話に世話を焼くっていうのはさ、まあ何してるかっていうと、まあ相づち言って聞いてあげてるっていうことだと思う。そりゃ大変だったなとか、なんか一言ね言ってあげたりとかしてるんじゃない。まあそれが、ね、全然見ず知らずの人だったりするという、わあそれが大阪なんだなって、ね、その文句がその次です。それが何はのいいところ。ここが歌の一番華やかな部分、目立つところになりまして、2番になるとそんな何話の裏通り、3番になるとそれが何話の心意気というふうになります。変って自慢するつもりで歌いましょうね。胸を開いて歌いましょう。それからそれがはそれがって、ちょっとスローモーションで歌ってるみたいな気分で歌うといいかなと思いますよ。いいところはいがいっぱいなので、いいところって言わないでいい、ちゃんと歯を見せていいって言ってあげてくださいね。で最後に行くじょ、あー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 大阪大阪今日ゼロキーでレッスンをしております。男性にはもしかしたらちょっと高いかもしれない、コンテストでキーを下げていいのかはちょっとわからないんですけれども、まあ無理だなと思ったらキー下げてもいいのかなとも思います。女の私がねゼロキーでこうやって低いけど歌えるぐらいだからね。でアーっていうのがね、アーって出てくると大抵演歌の中ではアーとかさあーとかさいう意味合いが多いんですけど、ここはそれはちゃうやろっていう感じで、ここは嘆きのあーじゃないよね。なんか美味しいもの食べてあー美味しいとかさね、お風呂入ってあーいい湯だなっていう笑顔の方にね、進む方のあーですので、暗くならないようにしてください。そんなところ。それから大阪をって1回目の大阪から2回目の大阪、まあ2回目の大阪は大阪演歌っていう歌のタイトルに、ね、なる歌の締めくくりの言葉ですけれども、1回目の大阪2回目の大阪がずりって、つながってなだれ込まないようにしてあげましょうね。その方がシャキッとしててかっこいいと思います。そんな感じでゴールイン、やった最後まで来れた。はい、それでは大阪演歌って別に何の意味もないけど、大阪演歌、ゼロキーで通してピアノで歌ってみようね。3、4、何
何はなくとも添えもん町の明かりを見なけりゃ日は暮れぬ。隣合わせた泊まり木の苦労話に世話焼いて、それが何はの明るく晴れやかにいきましょう。大阪演歌でした。バイバーイ。